エレノア・パウエルはアメリカ合衆国の女優。舞台と映画で活躍、情熱的なソロのタップダンスで一世を風靡し、タップの女王と呼ばれた。エレノア・パウエルは1912年11月21日、マサチューセッツ州スプリングフィールドに生まれた。子供の時からダンスが得意だったパウエルは11歳の時にボードビルの工業主に発見されたのがきっかけで、 演劇界に入る。17歳になる頃にはすでにブロードウェイで数々のレビューやミュージカルに出演、長身を生かした優雅でしかも運動的なダンスのスタイルを完成していった。特にマシンガンのように繰り出すタップダンスのフットワークは一躍有名になり世界で最も偉大なタップダンサーと呼ばれた。1935年にハリウッドに活動の拠点を移したパウエルは メトロゴールドウィン・ベイヤーと契約、踊るブロードウェイで初の主役を演じた。パウエルのどこまでもダイナミックなステップといつまでも枯れることのないスタミナに大強慌の余波が未だ収まらぬアメリカの庶民は勇気づけられこの映画を見るために何度も映画館に足を運ぶものも多かったという。映画は記録的な大ヒットとなりこれ一本で当時悪化していた MGM の経営が 一挙に立ち直るまでに至った。パウエルは一躍 MGM の大スターとなり、この後の踊るシリーズに次々に主演、自ら振り付けも行った。中でもフレッドアステアと共演した踊るニューヨークは、当代切手のダンサーの共演作となり、二人が見せる洗練されたダンスのスタイルは古き良きハリウッドを代表するアートとして、 アメリカでは今日でもカルチャーアイコン的存在の映画となっている。しかし、この頃がパウエルの絶頂期だった。第二次世界大戦とともに時代は変化していた。目に鮮やかなレビュー形式のミュージカルだけでは価値観が多様化した観客を満足させるには不十分になっていたのである。シップアホイではタップでモールス信号を打って、 秘密情報員にメッセージを伝えるという時代を反映した役どころもこなしたが、1940年代に出演した映画は、おおむね、準主役か脇役で、主役の座は次第に歌えて演技ができる女優に変わられていった。1943年に俳優のグレン・ホードと結婚、翌年には一人息子のピーターが生まれる。ニューヨークの共演が工業的な失敗に終わると、 これを機にパウエルは映画界を事実上引退して育児に専念するようになる。MGM に壊れて1950年にアイダホの公爵夫人に本人役で仮面を出演、ほんの数分間の登場だったが、足にできた豆から血が出るほど入念にリハーサルを重ね、今や伝説的となったダンスを披露した。これがカラーで撮影されたパウエル初の作品であり、 そして、パウエルの銀幕での見納めともなった。その後パウエルは、ユニティ協会から宣教師に任命され、1953年から55年まで、日曜朝のキリスト教系、番組、ザフェイスオブアワーチルドレンの司会者を務めた。番組では、息子ピーターが、レギュラー出演、また、パウエル自身は、エミー賞を受賞、充実したものとなった。 1959年にグレンフォードと離婚すると息子の勧めもあってパウエルはナイトクラブでのライブパフォーマンスという新しい領域での活動を始めるこの頃エドサリバン賞にも幾度か出演している1960年代後半にはライブパフォーマンスからも引退してこの場からは姿を消したがザッツエンターテインメントとその続編ザッツエンターテインメントパートにで パウエルの華麗なダンスが重ねて取り上げられたことから思わぬカムバックを果たす。その後も往年の大スターとしての輝きは失せず、ザッツエンターテインメントパート3でも取り上げられている。1982年2月11日、ガンのためハリウッドで死去。69歳だった。ありがとうございます。